皆さんこんにちは、ナルティメットシリーズ開催を行ってますサイバーコネクト2松山でございます。今回、皆さんに紹介しますのが本作の目玉の一つでもあります、基本システムフリーバトルにおける、新システムを、いくつか紹介していきたいと思います。リーダーチェンジシステムっていう、非常に大きいあのシステムが、あります。で、今までのナルティメットシリーズっていうのはスリーマンセルって言いつつも基本的にはやっぱこう1対1で戦って横に2人、サポートがいて、まあ、そのサポートがね助けてくれて、それでこうスリーマンセルって呼んでたんですけども、今回はなんと、横にいるキャラクターがサポートキャラっていうことではなくですね、一人一人がプレイアブルキャラクターです。で、こう3人で、ライフゲージや、チャクラゲージっていうものを共有しながら、戦います。本当の意味での、スリーマンセル、そういったシステムがね今回、ようやく、実現できております。PS4 だからできたってこともあるんですけども、装備破壊っていう、システムが、あります。ある一定のダメージを受けるとですね、キャラクターの、衣服が壊れたり、体に、ダメージの、表現というものが、つくようになります。で、こうなってしまうとですね、まあ、装備が破壊されてますからキャラクターは、防御力が、下がってしまいます。で、下がってしまう代わりにですね、まあ、敏捷性が増し、力が増して攻撃力がちょっとだけ、上がる、まあ、ある種こう逆転の要素ではありますが、やっぱし不利は不利なので、ここでリーダーチェンジシステムを使ってですね、装備が壊れて防御力弱いまんまけど攻撃力高いけ、そいつで頑張っていくか、ちょっと死なないうちに傷ついてない他のキャラクターにチェンジするか、それはプレイヤー次第でございます。まあ、今まではねメモリの都合上も含めて実現できなかったんですけども、ストームゲージっていうものがありまして、各サリーマンセルの中でねサポートを使ったりリーダーチェンジとかってすると仲間と協力してるっていう意味でどんどんこのストームゲージっていうものが増大していきます。で、これが、マックスになって条件を満たすと、使えるようになるのが連携奥義で、ございます。で、この連携奥義っていうのは、特別な3人の時にだけ、変化する奥義の映像が、変わる、仕様でございます。ストームゲージが溜まってる時っていうのはみんなで協力して、まあ、でかい一撃を放つっていう、システムになってます。まあ、今までですね覚醒っていう、仕様がありました。今回、これもですねそれぞれはもちろん覚醒はできるんですけども、ストームゲージが満タンに、なっている時にはですね3人まとめて連携覚醒っていうものが発動します。で、これが発動すると、まあ、文字通り、いる、キャラクターですね全員が一気に覚醒しますんで、しかも覚醒してそれぞれが美獣とかスサノオとかっていうね、状態になってますけども、その状態でこうリーダーチェンジできますから、巨大なキャラクターでもそのまま、連携ができるようになってます。まあ、ナルトの世界にはですねカトン、スイトン、ライトンっていう風な形で、いくつか属性が、ございます。で、カトンのね攻撃食らうと火のダメージがあってこう服に引火するなんていう話もしましたけども、今回それだけでは、ございません。例えばスイトン、だと水の上で使った時と陸地で使った時で威力が違います。なのでステージの選択、そしてそのステージの中でも水の上だったりそうじゃなかったりっていうところがやっぱこう戦略として生きてきます。そしてもう一つ、ライトンに関しては水の上でライトンそのものが放電をして、パワーアップをします。最初にライトンの忍術を使う時にですね効果範囲が自分のプレイヤーの周りからドバーンとこう外側に広がりますんで、最初のファーストアタックですね、これが当たりやすい、パワーアップの仕方っていうのをしています。ストーリーモードの中にですね、まあ、いくつか今回ボスバトルやシチュエーションを限ったバトルっていうものが、たくさんの、表現で、作られています。例えば若かりし頃のオビトが全身を狂気に変えて、次から次に忍びを、投げ倒していくシーンなんですけども、まあ悲しくも、迫力のある、まあ、バトルになっています。そして、一方では十尾が、復活した後ですね、これ九尾を、使ってですけども、巨大な、十尾ものすごく山のように大きいですから、体にいくつものこう、ポイントがあってですね、それをこう走りながら弾を、撃つ、いわゆるシューティングアクションの、ボスバトルっていうものもあります。で、ある一定のダメージを与えるとですね、ここからまたシチュエーションが変わってですね、十尾がこうわーっとこうでかい山のようなあいつが今度追っかけてきますんで、今度はこう手前スクロールで九尾がバーってこう逃げながら相手は攻撃してくる、そういうのをバーやりながらまた最後まで行くとこう物語ドーン進むっていうね、
シチュエーション的にあーっていうこう盛り上がる内容にもなってます。まあ今回ストーム4に関してはまあ本当いろんなシチュエーションでやっぱ戦いが表現されている、破天荒な戦いが多いっていうこともありまして、今回のストーム4はストーム2とストーム3の内容や、物量を足してもそれでも追いつかない、それぐらいのボリュームと、中身の濃さに、なってますんで、多分ストーリーモードを遊びながら一つ一つの、まあ、ドラマや、ボスバトル、の表現というものは、退屈できない、ドキドキする、まあ、戦いになってますんで、ぜひ、皆さんゆっくりね楽しんでいただきたいと思います。バンダイナムコ